はい、では今日はひよこ豆とベーコンの炒め物を作っていきたいと思います。では早速材料の紹介を。ひよこ豆、缶詰のやつです。玉ねぎ、みじん切りです。で、トマト6、7ミリぐらいのカットです。で、ベーコン、はい、粗挽きの唐辛子、クミンシード、チャートマサラ、ガラムマサラで代用可能です。で、お塩、レモンジュースです。で、ご自宅にあればで結構ですけども、カレーリーフ、僕は冷凍のやつを今日は使います。では早速始めてみましょう。はい、では早速始めていきましょう。サラダ油、クミンシード、中火から強火に。はい、クリーンシードがパチパチと弾け出しましたら、カレーリーフ入れます。で、玉ねぎ入れます。で、玉ねぎの表面が茶色くは、中火から強火のままで大丈夫弱火に落とします。で、塩、で、ごま油、チャートマサラ、お塩、レモンジュース入れます。で、しっかりと混ぜて、このふつふつと沸騰している状態を保ちながら、10分煮込んでいきます。蓋をします。これで10分待ちます。時折混ぜてあげながら10分待ちます。しっかりと混ぜてください。はい、10分経ちました。見ていきましょう。ひよこ豆にしっかりとベーコンのうまみが乗って完成です。では皆様また。